向かい側に大阪駅前第一、そして第二ビルがそびえ立つ桜橋東の交差点であります。そこからですね、左の方へ信号の方をですね、渡ることになるんですけれども、そちらから行くと大阪マイビル方面、そして JR 大阪駅前方面と向かうことになるんですけれども、この桜橋東はですね、信号を渡った右側に JR 東西線北新地駅へのエレベーターがですね、あるんですよね。そこから北新地駅の方へとつながっているということで、ここからですね、直進してくると、梅田新道、いわゆるですね、国道2号と1号が交わる地点ということになるんですね。いわゆる分岐点ということですけれども、今は国道2号線沿いのそれだけ通りということになります。今回は桜橋東交差点から歩いていきたいと思います。本来であれば国道2号線のそれだけ通りから行くんですけれども、今回はこの右沿いの道路から進んできます。いわゆる北新地のですね、路地の中から歩いてくるということですね。こちらの道がですね、北新地永楽町通りというところなんですね。まあ、飲食店があり、そしてですね、カフェクラブがですね、多く立ち並ぶところでですね、まあ、夜になるとこうやってネオンがですね、多く響かせる、まさに大阪の銀座という感じですよね。右の方へと曲がってくるとニューメナビルのですね、文字が見えてきます。そうするとですね、それだけ側跡のですね、地図が実は実は描かれているんですよね。その左側の方に昭和51年春に大阪市が設置した説明の碑が置かれてあります。こちらがですね、メッセージビルというところなんですけれども、今1階はですね、居酒屋店という酒場ということになっているんですが、まあ、かつてはですね、定額制のですね、回転寿司だったということなんですよね。その上の方はですね、このように屋根のような感じのですね、建物ということなんですね。そこからまた左の方へと曲がって北新地本通りの方へと出てきました。この通りもですね、まあ、飲食店、そしてカフェ、クラブがですね、多く立ち並んでいるところなんですが、その左手のですね、上にカニのですね、出てきましたけれども、カニ道楽がこの中にあるということなんですね。そのカニ道楽のですね、正面にはですね、このような大きなカニがですね、目に映ってくるんですけれども、そこから先を進むと焼肉しゃぶしゃぶの食堂園もあります。で、ここでまた右の方へと曲がることになります。今はそれだけ基新地1丁目付近を歩いているということになって、正面を向いてくると ANA 系のですね、ホテルのですね、施設が見えてくることになります。まあ、北新地の方にもですね、いろいろとですね、その通りの名前がついているんですけれども、こちらが北新地堂島上通りになります。そして今歩いているところが北新地の中杉というところなんですよね。まあ、左右に流れる通り、そしてこうやってですね、南北へとですね、通る道にですね、こうやって名前がいろいろと付けられているということなんですね。そしてここから堂島の方へと入ってくることになります。大きなビルが2つそびえ立つ右手の方には総合タクシーの北新地乗り場の、いわゆるですね、まあ、この発車のようなですね、タクシー乗り場があります。そしてこうやってですね、大きなビルが2つ立ち並んでいるところなんですが、それは後ほどご紹介することにして、そのタクシー乗り場の左側に行くとですね、このように国産ビール発祥の地の碑があるんですね。その国産ビールの発祥の地となったのが渋谷ビールということで、1871年に大阪通商会社の方で当初は計画されていたということらしいんですね。その国産ビール発祥の地の右手にあるのが新大ビールになります。その新大ビールとですね、国産ビール発祥の地のですね、その間に防災行政無線が付けられているんですね。その新大ビルの1階なんですけれども、このようなですね、緑豊かな感じになっていてですね、本当に庭園を感じるようなところなんですけれども、その西側の方にですね、このような羊さんのようなですね、モニュメントも付けられているんですね。そして向かって右側の方が ANA クローンズプラザ、いわゆるですね、ホテルのですね、入っている大きな建物になります。
その建物の向かい側の方にですね、大きな橋が架かっているということなんですね。こちらが中之島ガーデンブリッジであります。その上をですね、阪神高速の高架がかかっていて、1号環状線、そしてですね、右の方へと曲がってくると、その入り口へと差し掛かってですね、その坂がですね、伸びてきているということですね。まさに阪神高速1号環状線のですね、高架下沿いにあるところなんですけれども、今ですね、このような工事用のですね、囲いがあるんですが、こうやってですね、昔のですね、その風景の絵がですね、描かれているわけなんですね。そして中央の方へと差し掛かってきますが、このようにですね、人のですね、描かれたモニュメントがあるんですね。そしてこちらが道島川ということになります。その奥向かって左側になるんですけれども、淀江橋がかかっていて、大阪市役所の本庁舎、そして日本銀行、日本銀行の大阪支店があります。そして右手に目を向けると、大変大きなですね、大きなビルがそびえ立ち、そしてその中にはフェスティバルタワーも立ってあります。こちらのモニュメントなんですが、そよ風という名前が付けられているんですね。そしてこのようにですね、方角のような形になっていて、そこからですね、伸びてくる行き先がですね、表示されてあります、書かれてあります。そしてここから左の方へと向けてくると、京阪中之島線の大江橋駅へと差し掛かることになります。いわゆる大阪市役所前ですね。そのガーデンブリッジから左の方にですね、このような遊歩道、歩行者専用の遊歩道があるんですけれども、そこから行くとですね、より駅の方へと近づいてくるということですね。その階段からもですね、1階へのですね、乗り場があるんですけれども、ちょうどこちらが中之島通りとなります。中之島の方へと入ってきました。今度は左手に日本銀行のですね、建物を見ながら進んでくるということで、そこから淀江橋へと向かってきます。そこから右斜めの方へと向かってくると、階段とスロープがあるんですけれども、そこからですね、土佐堀川の河川敷沿いへと行くことができるんです。御堂筋側の方に正面があるんですけれども、こちらが日本銀行大阪支店の南2号門になります。東の方へと歩いてくると、南1号門へと向かってきます。そちらの方にですね、スロープの方が付けられているということなんですけれども、その南館の方から本館の方へとですね、向かってくるということですね。そして淀江橋のいわゆる交差点の近く、大阪市役所の本庁舎が左斜めに見えてくるということですね。ちょうど左手に日本銀行大阪支店の正面が見えてきました。そしてですね、その中にはこのように金色のですね、郵便ポストがあるんですね。そしてこちらが大阪市役所の本庁舎となって、そこから右を渡って淀江橋を渡ることとなります。淀江橋のこちらは右手になるんですけれども、そこから見る土佐堀川、こうやってですね、中之島のフェスティバルタワー周辺のですね、大きな高層のビル群がですね、鮮明に映ってきますね。ちょうど淀江橋の交差点、青になってきましたので、渡っているところになります。そこから左あるいは右の方へと曲がると、土佐堀通りの方へと行くことになります。いわゆるですね、こちらが大阪国際女子マラソンのコースになっているわけですね。そしてここから淀江橋を南下する形で進んできます。左手に目を向けると、日本生命の建物が見えてきます。そしてこちらがですね、ダンサーというモニュメントなんですね。この御堂筋沿いはですね、大きな歩道が広がるんですけれども、随所随所にですね、モニュメントが置かれているところでもおなじみなんですよね。そして、冬場には光のルレンダーズが行われて、この御堂筋周辺もですね、非常に鮮やかさを感じるんですけれども、ちょうど北浜三交差点へと差し掛かってきました。その北浜三交差点のいわゆる右側にあるのが、オドナの商業施設になります。いわゆる大きな高層ビルですね。ここで御堂筋の方をですね、そこから分かれて右の方へと向かっていきます。いわゆるここから御堂筋の右側をですね、歩いてくるということですね。